エスコン、殺度時代を、軽々超えてしまう。札幌ドーム、最終年より観客動員数が爆増中、日ハム、エスコンフィールド、試合がなくても稼げる、驚きの理由。エスコンフィールド北海道、が2023年3月に完成して、2年が経とうとしている。2022年までの本拠地であった札幌ドームから20キロ近く郊外、かつ最寄り駅から2キロ近く離れた場所への移転で、従来通りに集客できるのか?という懸念の声も多く聞かれた。しかし、今年のエスコンフィールドでの観客動員は、レギュラーシーズン最終戦を終えた段階で1試合平均 28,830 人、年間 275,734 人。札幌ドームの最終年の1試合平均 17,937 万人、年間 129,1495 人をはるかに上回っている。経営面でも必要な利益をしっかりと出している。エスコンフィールドを含む北海道ボールパーク F ビレッジの運営を行う。ファイターズスポーツ&エンターテイメントの2023年度の売り上げは251億円。札幌ドーム時代、コロナ禍前の2019年の157億円から、100億円近くも上積みした。試合がない日にも平日4500人、休日1万人ほどを集客しているといる。利益を押し上げているのは、こういった試合以外での来場者の増加、そして滞留時間の増加、だ。アメリカタイプの球場で、開放感がありセンスの良さを感じます。北海道のチームとして、日ハムは新球場で成功しましたね。北海道旅行の際はここでファイターズの試合を見たいと思ってます。ぜひ来年には実現したい。エスコン行きたいんですけどね。他球団のファンなんだけど、行ってみたい。パークそのものが魅力的だし、新庄監督もいる。何より楽しそうでいいじゃないですか。オリックスのビジター交流デーにて球場グルメとして京セラ名物、伊手前ドッグを期間限定販売したのには驚いた。球団だけではなく野球界全体の盛り上がりをコンセプトにしているのがこの点にも現れている。ポストシーズン含めても最大80試合くらいなので、プロ野球の試合では年間2割程度にしかなりません。その状況でいかに採算を取るかと考えたら、球場や周辺を観光地化して試合がない日でも訪問客を増やすという発想になりますよね。試合のない日だったので、どんなところか見てみようという気持ちで立ち寄るだけのつもりだったが、無料開放されているし、写真スポットもたくさんあったり楽しくなって予定時間を大幅にオーバー。これは人気が出るわけだ、と実感しました。僕はやはりチームが勝つ、勝てるチームにこれだけ仕上がったということが最大の要因だと思います。一時期は負けてスタンドもガラガラ、無料チケット配布の話題さえ上がったくらい。チームが強いと客が集まる、客が集まるとお店も繁盛する、交通の利益も上がる、いいことずくめ。今年は4往復十数試合観戦しました。驚くのは行くたびに何かアップデートされていること。店舗やメニュー、アクティビティをはじめ、設備改善等々細かいところまでどんどん手を加えているので、また行きたいという気持ちが強くなります。1年前のシーズン終了後にエスコンに行ったが試合がなくても楽しめるエスコンだった。そうやって考えると北広島市長の判断はすごいよね。本来なら札幌に人を取られて地盤沈下していた北広島市を日ハム移転するチャンスに盛り上げた。関西在住ですが、虎吉の同僚がシーズンオフにもかかわらず札幌旅行の際に行ってましたね。見学ツアーがあっていろいろスタジアムを楽しむ仕組みがあるようで、札幌ドームから解放されてよかったですね。昨年大阪から遠征したオリファンです。一言、素晴らしかったです。野球やってない時間でもコンコースには入れてテンション爆上がりですし、観客席どこからでも見やすくレイアウトされており殺風景で場所によってはたま見えない京セラドームとは違います。エスコンは今年試合ある時に3回行ったけど席も球場飯の種類も豊富だから行くごとに違う楽しみ方ができる。試合がない日も中に無料で入れるし今や北海道の観光名所になってる。エスコン周辺はまだ色々建物建てる計画あるしそれによって北広島市は大きな利益を得る。本当にファイターズは新球場を作ってよかった。混雑時はご飯買うの大変ですが、時間ずらせばすぐ買える。トイレも比較的近くにあるし、待ち時間少なめ。駐車場がいつも完売なのでもっと増えてほしい。開業年の6月、まだアクセス面で評判が悪かった時にソフトバンクとの3連戦を観戦に行きました。北広島駅から徒歩、各駅からのシャトルバスなど、いろんな移動手段で行きましたが、不便なことを考えても行ってよかった、と思いましたね。今は新規オープン効果が続いてる感じだけど、それが落ち着いた時に新駅開業でアクセスが大幅に改善されるのは大きい。観光客も北広島での移動時間が往復で30分以上短縮されれば旅の途中で寄る人も増えるでしょう。建てたタイミングにも恵まれたよね。建設当初は資材や人件費が高騰する前だったし、開業後はコロナ明けで活気も戻りつつあった。数年遅れていたら今のような球場は建てられなかったかもしれない。半年もの間、平日に連続で興行を打っても、毎日満単位で集客を実現できる、お化けコンテンツ。どことは言わないけれど、そんな、金の卵を産むガチョウ、を欲に任せて締め殺そうとして、逃げられた者がいるらしい。プロ野球のコンテンツ欲はすごいです。
試合数があんなに多いのにもかかわらず、平日でも何万人も集客できるコンテンツははっきり言って他にはない。唯一無二。本拠地を殺戸の横に作る作らないで、結局見送られコケにされたレバンガが、殺死に対する見下り犯ではないか。金の卵を産むガチョウ、ガマタ逃げてしまったようだ。地方公共団体が作るものは大体失敗する。成功した事例はまずないのでは、赤字でも税金で穴埋めできるという甘えの発想があるからうまくいかない。意味合い的には少し違うけど、逃がした魚は大きい、となってしまったか。逃がすようなことを散々してたからね。実際は、逃げていった魚は大きかった、と言い換えた方が良いか。でも未だに日ハムを、肉屋、とか言っている人もいて、恩知らず、とか、北広島市は消滅都市、とか散々なことを言っている人もいる。札幌ドームに残ったコンサドーレと共に札幌市を盛り上げてくださいよ。もちろん補助なしでね。マジで社会科の教科書とかに載せるべき事案日本全国、無駄な箱物、赤字の箱物は数あれど、大幅黒字だったのを自分から田中を追い出して赤字転落とか、唯一無二の存在では最初一回だけ、大和ハウスなんちゃらドーム、って正し書きしてあったけど、あとはずっと、札幌ドーム、ばかり。ネーミングライツ2億5000万の価値ゼロでしたね。さあ、札幌ドーム時代の集客や収益を完全に超えてしまっているエスコンフィールドですが、当時課題とされていた集客をいともたやすくクリアしてしまった要因は何だったのでしょうか？ぜひぜひ、皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。